平野市用神宮寺、ゆうタタッキーと合流決定へ5人で再出発か。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってジャニーズ事務所を退所した元キングピンス以下、キンプリの平野市用と神宮寺ゆうタ。 二人がジャニーズ事務所前副社長滝沢秀明氏と合流することが決まったと6月18日付のニュースサイト週刊女性プライムが報じた。そんな中、週刊女性プライムは平野と神宮寺について滝沢氏が新設したアーティストプロデュース会社とべ、トゥービーとエージェント契約を結ぶことが決定したと断定的に報道。 記事によれば、二人は5ケラ6月に飛べと何度も打ち合わせを重ね、今月上旬に話がまとまったばかりだとか、さらに、この発表を7月にする見込みであることや、平野が立ち上げた個人事務所に神宮寺も所属する形になることも伝えている。今回の、週刊女性プライムの報道を受け、ネット上では、鳥肌立ったし、嬉しくて泣いた。 潮君と陣十字君に会える日が近いかもしれない。この記事は信じたい、と芸能活動再開に期待を寄せる声が上がるとともに、最終的に5人で再出発が最高のシナリオ、潮君たちと合流する約束をしているからこそ、連海、長瀬門と高橋山の呼び名が2人で頑張れているって思いたい。 と五人が合流する未来を願うファンも目立ったと再藤をューマンが報じている。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。